Hello, ladies and gentlemen, welcome to the OEH radio show. I am your host for the evening, Niels Wigger from Germany. I would like to give the word now to Hide-san. はい、ありがとうございます、ニュース。ですね、リビングリッシュ、始めていきましょう。はい、リビングリッシュとは、住むというリブ、英語のイングリッシュを合わせた造語で、日本で唯一の住み込み型英会話スクール、イングリッシュハウスの代表、私、渡辺と、本日はですね、ドイツからニルス君がお手伝いしてくれます。はい、よろしくお願いします。はい、さてですね、今回も始まりました、リビングリッシュ。この番組はですね、国際化に不可欠な英会話を気軽に楽しく、ちょっとでも興味を持ってもらえたらなと。そしてですね、今回はドイツの、ニルス君ですね、英語ほぼほぼネイティブに喋りますので、それのリスニング練習もしながら楽しんでください。ということで、本日も早速ゲストをね、ご紹介したいと思いますけども、いつものように船越さん、はい、船越さんの英語を披露してからの、ゲスト紹介をお願いします。毎回結構緊張してる。マイクの前でどうぞ。はい。はい。I'm Takeo Funakoshi. Autumn is also deepening. Autumn leaves are beautiful. The other day, I went to a university school festival near my home. I saw a TV character's Kamen Rider show. I seemed to have returned to my childhood.And I was more excited than my children. At the school festival, college students moved quickly, so I felt fresh. So let's introduce our guest today. Hi. He is also fresh like a college student.And he is a mathematician specialist. His name is Seo Teacher. はい、そうですね、瀬尾先生来てもらいました。はい、いつもありがとうございます。今回は秋にちなんだ、はい、もみじ、はい、紅葉を見に行かれたんですか。あ、いや、秋ですねっていう話。そうです。もう紅葉ですね。紅葉ですね。で、あれ、学祭に行かれた。はい。で、学祭に行って、カメラライダーショーを見たって、はい、素晴らしい。カメラライダーショーが、ちょっともう、すごい興奮して。ああ、そうですか。すごいですよね。音と、役者の人の動きと、熱が伝わって。で、それは学祭で、そうなんです。学祭の人がやってたの、はい、それともプロがやってたの。あ、プロがやってたんですよ、読んで。なるほど、なるほど。ただなんか最近ね、見てなかったので、あ、近くで。久しぶりにこう、見て。子供たち多いの。はい、というより、子供より僕の方が興奮してる。なるほど。すげーという。素晴らしいですね。はい、さすがさすが。はい、はい、では、瀬尾先生も英語で自己紹介をちょっとお願いします。はい。Hello, my name is Hiraku. I'm a math teacher. My hobby is watching videos on YouTube. Thank you. はい。数学の先生なんですね。はい。で、趣味は YouTube。はい、YouTube を見る人です。なるほど。どんなことあるんですか？そう。まあ、何でも見るんですけど、音楽の PV だったりとか、はい、あと、まあ、アニメも見ますし、はい、で、あと、まあ、YouTuber のね、動画とかも見たりしますね。なるほど、はい、ね、さっき打ち合わせで話してましたけど、はい、テレビ見ない。あ、そうです。はい。テレビ YouTube にのみやと。YouTube ばっか見てます。はい、なるほど、そうですか。まあ、もうこの番組は、ニュースから英語で質問しますんで、まあ、英語かその他の言語で答えていただく。さっきすごいですね。数学の先生、英語結構してました。いや、してないです、全然。やってないですか。はい。若さがね。OK です。So you can ask you. Thank you, Hide-san. Hiraka先生、Which country would you like to visit in the future? はい。将来どこに行きたいですかっていうね、海外の質問ですけども。日本語でいいですか。どうぞどうぞ。ドイツ語でもいいですよ。あ、ドイツ語はい。ジャパニーズで。はい。お願いします。はい。
メリカのフロリダ州にちょっと行ってみたくって、うん、っていうのがですね、僕すごいディズニーランドとかディズニーシーとかすごい好きでよく行くんですけど、で、フロリダにめっちゃでかいディズニーリゾートがあるっていうふうに聞いて、はい、でなんか面積が日本の約100倍ぐらいあるっていうふうに、はい、東京ディズニーリゾートの100倍や、そう日本のディズニーリゾートの100倍、めっちゃでかいって、はい、でこれはもうぜひね、長い休みもらって、うん、遊びまくりたいなって。どれくらい休んじゃう？そうですね、もう、まあちょっと1ヶ月で行きたいところなんですけど、まあ1週間で1週間はいかんとね、やっぱりね、はい、フロリダまで行くのは遠いしね、行くにはやっぱ1時間かかるからね、言うてもね。なるほど、それから、それから他は、他は、そうですね、イタリアとかは結構なんかご飯がすごい美味しいって聞きますし、イタリア料理そもそも好きなので、うん、本場のね、イタリア料理食べてみたいなっていうのと、うん、あとなんか観光地で僕洞窟が結構好きなんですけど、青の洞窟っていうのが有名よね。はい、有名ですよね。そこに絶対一度はもうね、人生一度は死ぬまで、はい、もう絶対一回は行ってみたいなって思ってます。なるほど、青の洞窟ね、すごいね。ね、ナポリってある。あ、そうですね、イタリアね、ナポリやね。はい、なるほど、イタリアね。はい、以上、他はと、他はと台湾にちょっと行きたくって、なんか結構ね、周りでね、台湾行ってみんないいよって言ってるから、近いからね。そうなんですよ、2時間で行くからね。あ、そう、そうなんですか。1時間ちょいだな。あ、結構そんな近いあ、もう近場ですごい行きやすいって、で、しかも楽しいっていう風に聞いてるん で、あと、なんか僕千と千尋の神隠しって、まあ、ジブリの映画あるんですけど、うん、そこの舞台になった街があるっていう風に聞いて、9分ね。あ、9分、うん、ここもね、ちょっと綺麗なんで行ってみたい。なるほど、はい、隣で行ってみたら9分って書いてるけど10分って読むって隣に10分があって10分なんて読むのなんか違うんだ、読み方が。あ、そうそうそう、面白いね。なるほど、そうですか。ぜひぜひ休み取って行ってみてください、はい、いろいろと休みください。じゃあ、じゃあちょっと逆にそしたら、平野先生から、はい、ニルス君に何か聞いてみたいことがあれば。そう、そうですね、うん、僕さっき YouTube が趣味っていうふうに言ったんですけど、うん、まあ、ドイツでもその YouTube ってすごいメジャーなものなのかなっていうか、うん、っていうのをちょっと聞きたいと思ったんですけど、 YouTube、うん、結構見ますか？Can you see that YouTube? Yeah, yeah, definitely. So it's very, very, very diverse. There's a big diversity of content. まあ世界中ね、今はね、YouTube みんな見たのかな。ああ。そう、何ヶ月か前にうちにね、どこやったかな、イスラエルかどっかの YouTuber が来て、で、結構いろいろプロモーションやってもらったんだけど、もうイスラエル人から、アラビア語ですごい問い合わせが来てんけど誰もアラビア語がわからんっていうすごい状況に陥ったけどね。最近ちょっとYouTuber のすごさってすごいなと思って、ね、ちょっとこの、ね、YouTube 番組も頑張ってちょっと盛り上げていかなあかんね。ちょっと頑張っていきましょう。協力お願いします。はい、はい、お願いします。はい、他の方ですか、質問。そうですね、数学をね、ちょっと数学の講師させてもらってて、で数学が好きなんですけど、まあ、ドイツも高校でどんなことを数学でやってるの？What did you learn in high school? What did you learn? In high school? For math. For mathematics. For mathematics? Yeah. Very much, very much. We have very...ambition, so very much mathematics. Do you like mathematics? Unfortunately, I'm not good at mathematics. I'm not good at mathematics. So, I'm more into art. So, everyone is into art. Pro dancer, I'm aiming for. Pro dancer, I'm aiming for.体を動かそうが好きみたいに、あの勉強できれば面白いかね、本当に話はつきませんがね、ちょっと後半戦いきましょうか。はい、はい。
で、後半戦は、もちろん今日ちょっとねただ遊びに来ただけじゃないのでお仕事をしようかなと思ってますで今日はどちらか平子先生はい、はい、じゃあ、はい、はい、じゃあマイクの前で大きな声でよろしくお願いします。はい、はい、僕ちょっと KEC で働かせてもらってるんで、はい、宣伝をさせてもらいますと、はい、冬季講習がね、クリスマスの12月25日からね始まってくるんで、小中高あるんですよ。で小学生、中学生、高校生もみんな受け付けてるんで、ぜひね、来てください。はい、はい、で、あと高校2年生の人だけなんですけど、はいはい、リスタート講座っていうのがもう始まっていまして、はいはい、なのでこれがね、これをきっかけに受験をねもう早めにスタートしてほしいなと思いますので、うんうん、ぜひ、ね、スタートダッシュが大事ですね。そうですね、これね、はい、まあ、学び直しみたいな感じかな。そうですね、うん、受験にねフライングはないので、もう、ね、今この KEC に来てね一緒に勉強しましょう。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ではもうちょっとねお時間となってきたので、 So, can you close this show? Of course. Yeah, yeah, yeah. Ladies and gentlemen, thank you very, very much for your attention. Thank you for listening. I hope you enjoyed it as much as we did, and we wish you a wonderful evening. Hope to see you soon again. Goodbye. Bye, bye, bye. Bye, bye.